最初のハッシュタグは焼いて撮って食べて素敵なカフェです。ハンター、訪れたのは一見住宅のようなこちら、うん、一体どんなカフェなんでしょうか。あ、こんにちは。いらっしゃいませ。ご予約の方でよろしかったですね。はい、すみません、SNS で焼いて撮って食べて素敵なカフェっていう投稿を見たんですけど、こちらはどういったお店なんですか。 ありがとうございます。とりあえずお靴脱いでいただいてですね、はい、中入っていただきますと火鉢がいっぱいありますから、ぜひ見ていただいて。これ素敵。どうぞこちらの方行かせていただきます。火鉢、火鉢なんだ。火鉢があるカフェってこと、はい、うん、あ、本当だ。もうご主人さんがおっしゃってたように、う、火鉢がたくさんありますね。いろんな火鉢がある。これ本当どんなカフェなのか気になりますね。こちらは完全予約制のカフェ、ジュアンさん。築90年の古民家をリノベーションして3年前にオープン。昭和レトロな雰囲気が漂います。おしゃれ。金魚、 ありがとうございます。おー、すごい。焼き焼きセットですね。あ、豪華ですね。ジュアンさんで SNS の投稿が多いメニューが、見た目が可愛らしい焼き焼きセット。可愛い。雪だるまがいる。なんと自分で火鉢の上で焼いたり温めたりして食べることができるんです。まずはいい感じに焼き目がついた干し芋からいただきます。干し芋、はい、干し芋を焼いて食べるんだ。外カリ、中ちょっとジューシーな感じ。火鉢で火を入れていくと、なんか違う甘みが出てくるんですよね、すごい甘い。で、次マシュマロを焼いていきましょう、はい、でそれと置いとかれますと、ちょうどエリンギみたいにしたのがプッと膨らんできます。へー、ちょうどいいおこげができてる、いい。そしてモナカの上にアイスクリームを乗せたら、マシュマロを挟んでいただきます。これ完璧じゃん。おいしい。マシュマロって本当外がカリッてしてて、中がもうとろーんって感じなんですね。ゆっくり火を入れてきますのでね、中がとろっとろになります。あ、いい声。でもいいですね、この焼いてる時間も。友達とか彼氏とかね、来たらこう焼いてる時間もお話ししながら待ってるのがいいですよね。そうですね。いや、どれ食べてもすごく美味しいです。ありがとうございます。なかなかゆっくり時間が流れていくでしょ。いや、本当時の流れがゆっくり感じますね。またこうお庭も見ながらとか、このレトロな雰囲気とか食べられるのが、はい、すごい時間がゆっくりすぎる。まあ時間忘れちゃいますねこれ。で、実は本業がウェディングプランナーのご夫婦。そうなんだ、はい、なぜこのようなカフェをオープンしたんでしょうか。ウェディングプランナー、はい、コロナが始まって挙式をやれない方が、もう当然お写真だけ残すっていうことで、まあ増えて見えましてね。でもうどこも入れないもんで、とりあえずここ僕が生まれたところですけども、ここをもう壊さずに使って、お写真を撮っていただくっていう形で始めました。その後にですね、やはりこういういろんな家から出てきたもの、火鉢も始めて食器関係が全部出てきましたもので、それでなんか皆さん変わったことをちょっと楽しんでいただくっていう形でカフェを始めました、はい、なるほどね。また素敵な思いがあるんですね。今後はお店どういった風にしていきたいという目標はありますか。昭和レトロっていうのが今流行ってますけどね、やはり昭和を知らない方がたくさん来ていただいてます。まあ、これを機にですね、ここでまた体験していただいて、またバックに昭和を映り込ませていただいて、楽しんでいただくのもまた一つ楽しいと思います。こういう変わったイメージのところとか、音楽のとってもいい場所が近くにありますので、はい、そういったロケーションで撮影されたりとか、そういったお手伝いもできればなっていうふうに思ってます。では
はるみさん、じゅあんさんに県民の皆さんが共感するめっちゃわかるハッシュタグお願いします。はい、ハッシュタグスロータイムマシンブルースです。なんかかっこいいハッシュタグですね。もうね、ゆっくりとした時間が流れながら、もうその、あのレコードからはブルースが流れてきそうな昭和の香り漂いつつ、ちょっと好きな映画をね、もじった、